メッセージありがとうございます。非常に丁寧にメッセージいただきまして、非常に恐縮でございます。そっか塾のここです。カメラ転売をね、されているということで、ああ、懐かしいなと思いました。私もね、カメラ転売していたことがあって、私の場合はね、まあちょっとね、丁寧なメッセージをいただいたお礼にと言いますか、私のカメラ転売の、まあ、ノウハウってほどではないんですけども、私がやってきた方法をね、ちょっとお話し,したいと思いますけども、私の場合はね、あの、転売を、 諦めた人からカメラを一切合切買い取るみたいなことをやっていました、まあ、そうするとねお一人の方から50万円前後のカメラの仕入れができるんですよねでしかももうやめるっていう時なんで結構ね投げ売りしてくれるんですよそういったものを3人4人と買い取っていくとすごい在庫がねこう溜まるんですよねでそれを今度転売を始めようとしている人もしくは転売をやっている人にまとめて販売するみたいなね EOS の KISS2 とかを 4台まとめてとか5台まとめてっていうのを一気に販売してしまうみたいなことがありましてね。結構ね、売り上げ的にはいつも大きかったんですけども、ただね、あらりがあんまり取れなかったんですよね。私の力量のなさか。やっぱり400万円ぐらい月間で売っても、やっぱ100万ちょっとなんですよね、あの、利益が。で、毎日作業が結構ありますんで、私あの、カメラの転売の作業がね、 ものすごく苦手なんですよね。なんかいい方法ないのかなと思ったんですけども、人を使うって言ってもね、うんやっぱりなんか私あんまり人を使うことも苦手だったんでね、結局一人でやってしまって、まあ一年ぐらいで辞めてしまいましたけどもね、うんまあでも結構な売り上げになったかなと思いました。だから売り上げになったけど、利益にあんまりなってなかったんで、私もね、挫折が早かったですね。カメラ転売スクールも。 い年半ぐらいでやめてしま,いました、うんまあねあのコンテンツ販売もどんどんしていけばよかったんですけども私の場合はアフィリエイトがねかなり売り上げを取ってくれて18か月ぐらい連続であの300万ぐらいをずっとね売り上げて上位5名あのナンバー5ぐらいにずっと入ってたんで、ね、アフィリエイトの方に傾いちゃったかなとこありますよねで2017年からはあ,のあらゆるビジネスからちょっとね 手を引いて、投資の世界に入ってきて、隠居を同時に始めたって形で、今に至るわけなんですけども、まあ、吉田さんともね、なんか、イリュージョンみたいな、あの、やつとか、うん、億万長者なんとかみたいなね、やり取りをしながら、まあ、仲良くさせてもらってます。うん、えー、斎藤さんもね、これから、たくさんのビジネス、されていくんだろうなと思って、うん、本当になんかあの、年齢は分かんないんですけども、多分お若い方なんでしょうね。羨ましいですね。私はもう50が来るんで、なかなかね、腰が重いというか、 まあ40から始めたネットビジネスだったんですけどもアフィリエイトを始めて転売を始めて YouTube を始めてねサイトの構築をやったりとか SEO をかけたりとか PPC やったりとかねまあ全カテゴリーやったような気がしますうんまあそれぞれの得意分野にして最後は FX に行き着いて投資の分野に入ってきたわけなんですけども、うん、なんかねもうぼちぼちまあ私隠居してるわけなんですけども <laughs> 誰とも組まずに 全然無れずになんかポツンと社会の端っこで生きてるんですけどね、うん、まあこうやって斉藤さんみたいな方から丁寧にメッセージいただくとああまだなんか社会に仲間に入れていただいてるんだなって気がしてありがたいです、えー、以上ですね深夜にすいません、えー、本当にちょっと嬉しかったんでメッセージを取らさせてもらいました ぜひこれからもよろしくお願いします。カメラ転売ね、ぜひ頑張ってください。いや、私も結構ね、カメラ余らしていて、白レンズが何本かあったりするんですけども、どうしようかなと。<laughs> うん、まあ、あの、このまま使わせてもらいますえ。結構ね、カメラ好きになっちゃったんでね。うん、なんか、いっぱいあるんですけども <laughs>。う売り損じましたね、完全にね、うん。まあでも、カメラの思い出ね、本当にあるなあ、うんその、カメラ転売で商品買ってもらった方とか、 私が仕入れさせてもらった方のお宅に伺ったりね一緒に焼肉食べに行ったりとか旅行したりみたいなことがあって、ね、なんかそのカメラを通じてたくさんの方と遊んだなーって感じがしますね。はい、ではいいでで以上でござまますす失礼します